こんにちは。今日は令和元年8月26日月曜日です。久しぶりに浜松市浜北区の御園中央公園に来ています。親指小指から白地に赤く日の丸染めて、ああ美しい日本の旗は。はい、日の丸が富士山の御来光に早変わりしました。青空高く日の丸あげて、ああ美しい日本の旗は。はははい、最初の構えに戻りました。まあ、プレーとしては最初手首にこうかける方がやりやすいでしょうね。こう手首にかけて手前に持ってきて、この小指の紐をこうね掴んで、こちらの左は前方にこう一回転しながらこちらの輪にこう入れてね、こうすればたちまち日の丸が現れますね。我が流派の紋章です。まあ手首にこうかけるよりも、まあ、あやとりの普通の構えとしては親指小指からの方がね、一般的かもしれませんね。理屈は全く同じです。こう小指でこう取ってね、でこちらこう一回転して、で右はこう輪に入れて引っ張れば、はい、たちまち日の丸が現れますからね。これを富士山に、登らせる方法ですね。御来光にする方法、これまでにもご披露しましたが、人差し指小指をこう両方のジャンボ蝶々の羽にこう入れてね、小指をこう動かして、まずこれを取ってね、で次これをこう取るようにねすれば、はい、富士山にご来光が上がりましたね。これの巻き戻しですが、小指を離してこの形から小指向こうからこう入れるように持っていった方がプレーしやすいでしょうね。で親指でこの日の丸を取って、でこちらの手はさっき前方にこう一回転しましたので、今度は逆回転ね、逆回転しながら親指小指こう入れて、こちらは小指を一瞬離して、その小指を親指にこう入れますとね、これであと優しくこう引っ張れば、この糸模様を強調しながらね、急にパッと引っ張ったりしないでね、こう優しくこう引っ張って、はい、自然に最初の構えに戻るようにこうするといいでしょうね。はい、戻りました。パッどうも大変失礼しました。